どうも、飯尾のもちと。はい、どうぞ。お疲れ様です。はい、今回は、まあ、はるきくんの誕生日企画です。大丈夫、どういう誕生日企画をやっていくかというと、まあ、先に結論言っちゃいますか。はい、まあ、題して、まあ、自分の誕生パーティーだと思いきや全然知らんやつの誕生パーティーだけ。よいしょでね、はい、今ここのカメラ内に映ってる3人、まあ、全員知ってるじゃないですか。はい、まあ、カメラ見てくれてる人も、はい、知らんやつとは誰ぞやと。はい、まあ、こちらのね。そうですね、あれいでおちゃらけたやつだね。まあ段取りとしましては、はい、まあ、僕らがまず、はるきんちに到着して、ちょっと5分遅れぐらいでこのおちゃらけたレイくんとおちゃらけたもう持ちが、はいはい、入ってきて、でとりあえずじゃあ動画撮ろうみたいな、じゃあパーティーやるから動画撮ろうみたいな感じでカメラ回します。で、ハッピーバースデートゥーユーってこうね、火をつけてこう持っていくわけですよ。でハッピーバースデートゥーユーっつったら、急にガチャってこいつが入ってきて、ハルキの隣にスンって座って誰みたいになってハッピーバースデーディアレイくんつってレイレイって書いてあるプレートのケーキ持ってくる。でその時の反応をちょっと見ようかなっていうね。誰っていうのをちょっと狙って撮りたいと思います。はい、それでは今回はハルキの誕生日パーティードッキリをやっていきたいと思います。やっていきましょう。よし、なんですか。気づいてんじゃねえのかよ。ああ、そっか。待ってください。そうだった。なんとなく分かってんのだろ。今めちゃめちゃ忘れてた、普通に。ということで、今回、まあ今日は何日か分かりますか、皆様。まあ、今日っていうか、まあそうですね。まあ。まあつい最近あったじゃないですか。そうですね。大事な日がね。大事な日があったじゃないですか。はい。まあ、僕たちにとって結構大事なことですよね、それは。そうですね。そうですね。くっさ。年に一度ですからね。そうなんですよ。そう、あえて固定的なワード言わないあたり怪しいな。お祝いをしたい。そう、お祝いをしたい。ただお祝いをしたい。固くなにあのワード言わないじゃん。いや、お祝いをしたいんです。お祝いをしたいですね。何のですか。それはもちろん。いいですか、もう。じゃあ準備しますか。準備しますか。はい、じゃあこちらで座っててください。はい。座ってでもあるね。怖っ。机の邪魔だ。わやだ。いや別に目開けてても全然大丈夫。ああ、幸せだって俺幸せ振りした時大体そうじゃないもん。じゃあ真ん中に、ここに真ん中で。お前行かないんだ。お前は行かない。じゃあ俺らも行くか。じゃあ俺らも。でもお前全員つが。ちなみに台所借りていいですか。スン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 っていいですか。汚れることはいい。まあいいよ。あの今日は使うって言ってあるから。ありがとう。スン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 が分かんない。ああスン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 か。そうそう。分かっちゃった。スン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 で。なんだろうね。固くなにね、タンフンって言って言わないあたりちょっと怖いですよね。あ、よかったらあの野瀬の誕生日動画も上がってますんで、ここかな？カードもしくは概要欄から見てください。のせのね、あの初恋の人が来るドッキリです。今回紹介するのはこちら、ステンレスデバ包丁。Happy birthday to you. おめでとう。おめでとう。おめでとう。ごめんちょっと。やった。聞いちゃったけど。聞いちゃったけどちょっと。おめでとう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 。やった。誰だよ。怖っ。しかもレイ君ちょっと俺だし。それだちょっとね、俺に叩いちゃって。ちゃんとプレートまでレイ君だから。そうじゃん。プレートまでレイ君だから。俺じゃないじゃん。どこまでも俺じゃないじゃん。ちなみに
誕生日いつ？6月10日真逆じゃん